まだ到着しておりません。この物価的を通るところまで気を移っていただきます。でまた医療の方から日本さんから情報の方に移っていただく。でそれぞれワークショップをやっていただくということです。で、自分割り振りの関係で、南1南2中1が1つのグループになります。お子さんをお連れの方も優先して入ってください。一応プレゼント入場できるように皆さんスロープから見えたりますでしょうか。すごいね。すごいね。座ってる方は大丈夫です。今エンジェルと入ります。いえいえ。災害が起きた時にね、パッとみんなここ行きちゃうわけですね。このワークなんか結構人に対して吠えちゃうワークなんで、やっぱり睡眠、他の方の睡眠とかそういうことも考えると、私はもううちに残してもらって、一旦保護組み立てをお願いいたします。それではよろしくお願いいたします。制限時間を7分ということにさせていただきますので、皆様協力して組み立てをお願いいたします。ご用意ください。特にこの声を聞く場合には、ロープがありますので、ロープで固定するような形を取りまして、大胆の中ですので、今回はそれは、この大胆よりもちろん中からも発表することになりますが、処理処理の袋を一回一回してるでしょ。はい、3番街も工事の時に皆さんに配ったでしょ、トイレ。はい、トイレ。あれと同じ構造だと思えばいい、これはね。ただ囲いがあるんだけど、はい、このトイレはちょっとダメージをします。今のだとね、そういうのが避難所だったらいいですかね。
されると思うんですけど、ね、ここでは取られない、だから最初から一時避難にしてもらうんじゃないかということで、今日はうちの方、防災